次に目指すはバウタウン。向かうためにはこのターフタウンから右に進んでいって5番道路を通っていけば到着。特に何か施設とかダンジョンがあるわけじゃなさそうですね。このまま通っていけば行けそうだ。で、次のジムリーダーっていうのがバウタウンにいて、おそらく水タイプの使い手なんだよね。だからこっからはワンパチ、あと非面化をパーティーに加えてみたので、水に相性のいい草と電気タイプのポケモンを中心的に育てていこうかな。で、ワンパチはレベル的にももうそろそろ次の進化が来そうだと思うんですけどね。できれば可愛くなってね、今以上に。なんか進化してるのにもかかわらず見た目退化してるやつ多すぎやからここまでの作品ね。で、なんかいる。なんか撮影してる。なんだこれ。ジムチャレンジャーに突撃インタビュー。あ、もしかしてこれは毎作品いるそういうやつらか。で、これダブルバトルになるのか。わーお、てっきりシングルかと思ったんだけどね。インタビュアーみたいなやつでしょ。あ、いるよねこれね、毎作品。だいぶ見た目は変わってますけど、おっさんどんな顔しとんね。バトルは終了か。一言では語れないなんて可能性の塊。今のバトルで分かったのか。負けたということは取材失敗なのか。テンション違いすぎね。どっちとも同じテンションでやれよ。カメラマン落ち込んでんだけど。これで終わりね。特になんか聞かれるってわけではないの。あなたの強さならジムチャレンジに勝ち残れそう。これからも取材させてね。ってことはまだまだ出てくんのかい。もうやだぜ。で、この5番道路は何が出てくるんだろう。あ、なんかいきなりいる。ソーナンスいるじゃん。で、ヌイコグマも女。あ、ガラルの新しいポケモンっていうのはいないのか。なんか横にいる。あれもヌイコグマか。めっちゃ追いかけられてる。あー、で、なんか来た。これは初めて見る。いや、違うな。一回見たことある。チラーミーってやつだよね。いたいた。エンジンシティの入り口にいたんだよ。確かね。で、こいつは調べてみると、どうやらやはりガラルの新ポケモンらしいので、取っておきましょう。チラーミー、チンチラポケモン。あの動物をモチーフに作られたってことね。タイプノーマル。尻尾で撫で合って挨拶。尻尾の毛が大きな方が少し威張っているぞ。そんなのがあるんだね。毛が大きい方がいいんだね。それ人間には分からへん。まあ、とりあえずボックスの転送です。使う予定はない。で、こいつだけか、新しいポケモンというのは。できればなんかガラルのね、この先のジム戦で使えるようなやつがいてくれたらいいんだけど、なんだこっちの道。降りてきたけどこっち正解なの。で、ヌイコグマ大量にいるじゃねえかよ。言いすぎやろ、めっちゃ追いかけられてるし。可愛くはあるけどもね、これただ成長したらとんでもないポケモンになりますからね。キテルグマという。大量に潜んでるんじゃないのこれ。これだけヌイコグマがいるのであればね、母グマおるやろ。で、トレーナーも大量にいる。こっちの道はどこに繋がってるんだ。なんか謎の施設ありますけどね。入ってみましょう。ここは、なんか横いる。え、なんじゃこれ。見たことない。ズンズーン、謎の鳴き声。え、これなんなの、教えて。いや、お前じゃのうて、そこのお姉さん。エレズンよ、エレズン。発見された卵を連れ歩いていたら生まれたエレズンだよ。あんた育ててよ。しびれるポケモンなんだから。わーお、唐突にエレズン、謎のポケモンもらった。謎謎謎謎でしかないけどね。見た目からしてもどんな進化が待ってるのか想像できない。何なのそもそもこれ。赤子ポケモン、タイプは電気と毒。なんだ赤子ポケモンって。そのポケモンなの、ただの赤子じゃん。毒素を化学反応へ変化させて電気を出す。電力は弱いがビリビリとしびれるとのことだね。電気毒タイプっていたっけこれまでの作品に。なかなか珍しい複合タイプだよね。いや、気になるポケモンやら、まあ、見た目も結構可愛らしいしね。おう、これは何か連れ歩いてみるといいかもしれない。ただ待てよ、電気タイプはワンパチと被ってるしな。外すってなったら何に外そうか。ここは、迷うな。一旦これ外すわ。こいつもね、育成失敗。進化したらめちゃくちゃかっこ悪くなるというね、目も垂れている。このポケモンを一旦パーティーから外してエレズンを手持ちに加えてこれから育てていきましょう。謎やね、ズンズンってまた泣いてるし。卵は預かり屋で、経験値は、経験値飴はマックスレイドバトルで見つかるよ。あ、ここ預かり屋なのか。おやや、いらっしゃい。何か知りたいことはあるかい。まあ、預かり屋って一応聞いとこう。うん。まあ、いろんな作品にありますよね。僕はあんまりこの施設利用することないですけど、エンジョイ勢なんでね。
まあ当然今作でもね使用することはないですよ。出ましょう。特に意味のない場所だったね俺にとって。まあでもエレズンという謎のポケモンゲットをしたのでちょっと育てていこう。こんにちは、私は預かり屋さん。皆さんのポケモンを預かっています。ポケモンを2匹預けると卵が見つかることがあるんですよ。詳しいことは中にいるおばあちゃんに聞いてください。もう聞いたわ。いやもうやらんやらんやらん。金も取んのか。払わへんよ。自分で育てるわポケモンくらいね。でこれはあなるほどね、こっちから繋がってたんだ。わざわざ下から行く必要もなかったってことね。まあポケモンのレベル稼ぎにはなったしね。相変わらずヌイコグマが大量にいる。急ぎやってもうそろそろキテルグマ来るでしょう。おで謎の大きな橋の前に何かいる。見たことあるぞこいつら。エール団だよね。何してんだ。え、ただの悪やん。そんな人たちじゃないと俺は思ってたんだけどね。普通に悪人だったのかこいつ。え、何なのこの横にいる人は。自転車泥棒です。私を助けると思って彼らをやっつけてください。いや、お前は別にどうでもええねんけど。倒さなきゃダメなの。ほんでこれ2人いるってことは2人とも倒さんとダメってことよね。いい経験値稼ぎにはなるけどね。いやちょっとなんかあれだね、いい期待を裏切られたって感じ。ただね、応援の熱が高すぎる人、熱すぎる人っていうのがエール団だと思ってたのよ。そんな悪事を働く人じゃないと信じてたんすけどね。普通に自転車泥棒しとるやん。恐喝みたいな真似しとるやん。ただの悪人じゃんお前ら。なら普通にぶっ倒すわ。いつものようにね、悪は消え去るべき。この世にあってはならんのだね。弱いしね、ほんで弱いけど数が多いんだよなこいつら。対決する機会がね少なくあれ。めちゃくちゃ強くていいからね、少なくあってくれ。まあレベル稼ぎには持ってこい。ちなみに手に入れたエレズンは初期レベル5レベルからのスタートなんだね。そこんとこちょっとチェックしてなかったわ。まあ、学習装置持ってる以上はレベルもねすぐさま上げて、なんなら次のジム戦で使うこともできるかもしれない。あーでこれだ、ホックスライですね。もうこのまま行きましょう。残念ながら俺はもうスタメンから外したけどね。こいつをベンチに入れた。だってかっこよくないんだもん。進化前はめちゃくちゃキュートで俺に懐いてたんだけどね。キャンプした時唯一寄ってきてくれたのが進化前のクスネでしたよ。ただ進化したら俺が愛なくなったわ。あいつが俺に対する愛をなくしたのではなく、俺がこいつに対する愛をなくした。だからパソコンに預けてるんだよ。もう二度と出番はないと思うけどね。だって可愛くねえんだもん。進化もう一段階あるのであれば次はなんか良くなりそうな感じするけどね。まあその進化後の姿も見ることはできんだろうね。見るつもりもねえわ。 OK、 ワンパチで全部倒すことができた。おお、ジュメレオンもレベル23到達。まず1人目との対決ね。もう1人おんのに、ね、なんでずっと腹出とんのお前ら2人とも。すごい顔してんな。あ、もう暴れてる。デブは暴れるな。もう腹の肉揺れまくりやからね。またこれ下っ端で顔見る限りなんか結構いい年してんだよなこいつ。若いって感じじゃないからね。おっさんだろこれ。おっさん何してんだよ。闇並み使ってくんのか。まあ、これ噛みつくで、ゴーストタイプですから。あー違うのか。あら、悪かなんか入ってんのかな。驚かす。驚かねえだろ。オーバーリアクションやな。おい、まあ、これスパークで普通に倒そう。オーケー、エールダンはこれで撃破。こっち手持ち1体、そこの確認してないんだけど、1体だよね、1体だよね。デブだから1体だよね。1匹も3匹もおらへんよね、デブだから。そこ重要、デブだからが重要なんだよね。あ、よかったよかった、1体だけでしたね。自転車自転車言うとるけどもね、俺自転車持ってないんだよな、確か。なんかくれたりするのかな、もしかしたら。結局走っていくかい。いい運動になるだろう。あなた素晴らしいです。それにポケモン図鑑をお持ちならロトムもいるわけですよね。よろしい、エール団なんかに奪われるならあなたに自転車をプレゼントいたします。いいですか、ロトムはモーターをとてもとても愛してますよね。
それはもうモーターがついている機械の中に入るほどにね、ということから考えたのです。自転車にもモーターをつければロトムは入ってくれるのではとね。あはあ、ちょっとついていけねえわこの暑さに。ものは試し、あなたもロトムと一緒に自転車を満喫してください。さあさあさあ、いや全然その熱についていけてないからね。どうせ言うねん。ロトム自転車を手に入れた。ああ、これがロトム自転車ってことか。でターボはどうするんだ。まず普通に漕ぐよね。でターボは何かボタンを押すと、なるほどなるほど、 B ボタンか。これを押すとめちゃくちゃ速くなる。ただ自転車でここまでスピード出てたらあかんやろ。自動車扱いされとるでこれね。事故とかもいろいろと起きそうやね。これを乗ってこの先進めるってことかな。出発の羽というアイテムゲット。行こう、もうターボでレッツゴーレッツゴーレッツゴー。誰も止めるものはおらへんよな。あー、いや、ホップがいた。来たなピーマン、やな予感。この見晴らしのいいところで何やるんだよ。それ以上近づいたら俺と勝負だぞ。脅してるよ。え、何？え、こっから俺の選択肢になるわけ？いや、じゃあ角から角から、あ、見えないふりして見えないふりして、俺こっち向いてます。トレーナーは目と目があったら勝負になるわけですよね。あい、合ってない。お互い草バッジを持つジムチャレンジャーなんだ。ビシバシトレーニングするぞ。そんな脅しのような真似でトレーニングって言えるんすか。完全な今脅迫だったよ、エールダンバリノで。はあ、またか。これで通算4度目。なんでライバルとの対決で俺はため息を吐いてるんだろう。もっと別のとこでしようぜ。で、全然前と戦った時からポケモン増えてないからね、3匹のまんまだよ。あー、しまった。あー、前の戦いの状況からなんでね、これ。あーと、もうワンパチは変えるわ。この戦いでは使えへん。ジメレオンで、こっちはマックスなんでね。めー、普通泣いとる。それで泣き声、じゃない、攻撃力下がるか。いつも聞いとるやろ、ガラルいたら絶対聞く泣き声やぞ。毎回下げてんのか、聞くたびによ。はい、一撃撃破だぜ。何にも強くはない。ぶっちゃけさっきのエルダーの方が強いぞ。お前よくいけたな。お前サバッチよく取れたな。多分手加減してくれたんでしょうね、野郎が。なんか書いてましたよね、トレーナーのカードに。本気を出せない性格、優しすぎてね。青ガラス、おーっと進化したんだな、こっちのここ柄もね。うん、このままでいきましょう。相性のいいワンパチはやっぱ体力が少ないのでここは出さない。水の波動しときゃ倒せる系やからね、何もする必要はない。尻尾を振るとか体当たりとか何にもしない、浴びせさせるだけ水をね。防御力が下がっても素早さで負けてないからね。なんで次でもこれで倒せますし、下げたところで意味がない、センスがないぞホップくん、頑張れ。それじゃ一生勝てへんぞ俺に。勝たす気もないけど。なんだこれ、ラビフット。いや、進化したんでしょうね、あれが。御三家ポケモンがどんな形なんだ。相手はかっこよくなってんのかな。こっちはこんな感じになっちゃいましたけどね。相手の御三家はどうだ。もういいんじゃない、いいんじゃない。なんか個性は消えたような気がするけどね、ヒバリー時代と比較したら。よくいそうな感じはする、こっちの方が。まあでもね、もう個性はなくなったけども普通ですよ。じゃあなんでこっちはこんな風になったんだろうね。明らかに同じ進化でも違いすぎるでしょう。まあ倒しましょう。二度蹴り蹴ってねえじゃん、蹴れよお前。ヒバリー時代蹴っとったやろ。なんやねん、ジャンプしとるから。サボるな、ちゃんと決定二度蹴り言うね。はい、もうこれあとちょっとで一撃撃破だったね。負けるはずがないわな、こんなんね。以前相手は炎タイプ、こっちは水なんだからね。いい傷薬やな、金持ってんだな。前回対決はただの傷薬だったぞ、使ってきたのはね。いい傷薬だと全開するが、まあどっちにしろまた水の波動で大ダメージを与える。で、次の水の波動で倒せる、それには変わりがない。ファイヤーパワーって火の粉でしょ、わかるぞ。あ、ニトロチャージか。ちょっとは進化してるね、やっぱ技の部分も。で、今蹴ったね、ちゃんとね。なんで今ちゃんと蹴って二度蹴りの時モーションカットした。ただのジャンプで済ました。おかしくない。ま、何はともあれ撃破や。特に苦戦はなく。
通算4度目の対決にして4戦4勝。どうすんねんお前。この後かける言葉が見当たらんわ。ジメレオン不意打ち、悪タイプ技ですよね。相手より先に攻撃できる、相手が出す技が攻撃技でないと失敗する。あー、どうしようかな。はたく忘れさせて、こっち覚えさせておこう。ウール20レベル到達。どうだ、進化来るんちゃうか。20という節目を迎えたウール。相手のウールは進化してなかったけどね。こっちの方が先に進化するパターンもあるんじゃない。あ、ないのかい。強くなったよな、ピーマン。だからなんで上から目線やね。4戦4連勝。お前に一度も負けてねえ。何急に元気のかけら。いや、だからなんでだよ。お前をまず癒せ。お前のポケモンも全員死んどるから。なんでくれたん。よし、水タイプのジムリーダールリナさん待ってろ。やっぱりね、次のジムリーダーはやっぱ水タイプのルリナですね。だから今育ててるポケモンをもっともっとレベル高くしていこうよ。で、どうなの、もうこれすぐさま到着じゃない、このブリッジを抜ければ。目的の場所ね、何にもなくていいと思いますけど。だいぶポケモンの体力も傷ついてきてるからね、何かあってほしくないんだよね。アイテムとかもいろいろと落ちてる。拾っていこう。筋力の羽っていう、なんだこれは。あ、基礎ポイントを上げるね。なんか羽がやたらと落ちてるね。高いとこだからってことかな。おー、なんかポケモンいる。なんだ、ふわふわ浮いてる。なにこれ、なにこれ、ちょっと取っておこう。これは、あ、私らがじゃないか。前回のジムリーダーが使ってきたね。浮いてたぜ。流されてたよね。私らが綿飾りポケモンで、タイプは草。頭の綿毛で作った糸は光沢があり、とても美しい。ガラル地方の名産品とのことだね。だから結構乱獲されてるんじゃない、この説明を見る限り。俺もこのポケモン乱獲して、金にしてガラルを満喫しようかななんてね。まあそういうやり方もある、暮らし方もできるということだ。どうだ、もうすぐ到着か。いやー、まだこっからいろいろとなんかありそうやな。トレーナーもいるし、まあ倒しながら行こうか。まだまだ次の町までは遠いぞ。ポケモンのいいところを伸ばす、悪いところはあまり見ない。それじゃあよくねえだろ。悪いとこもちゃんと見ろ。ポケモンブリーダーのトシコさん、なんか一人だけ顔おかしいんだよね、このポケモンブリーダーね。これまでどんなキャラクターも可愛く作られてるんですけど、トシコさんだけなんか現実的なビジュアルでしょ。まあこう言っちゃなんですけども、可愛くはない。なんならブサイクと言ってもいいですよ。断言してもいいですよ。鼻がね、断固鼻なんですよね。なぜこのキャラクターだけこんな見た目なんでしょうか。なんかあるね、なんかあるんでしょうね、わからんけど。一人だけ現実味を帯びてるからね。コロモリ、あー、あの洞窟にいたやつだね。飛行タイプ入っている。ならばスパークで1コロですわ。あー、相手の方が早いんかい。ワンパチそんな素早さないのかな。結構先手取られることが多くて。ピオル、その姿も可愛いけどね。でも今可愛い対決じゃないから、ポケモンコンテストじゃないので、頑張って。もう一回一回ポケモンセンター戻ってるんだけどな、やっぱどうしても素早さで負けてる分ダメージ受ける機会が多いので、またこれ戻る羽目になるね。ワンパチ戦闘やめた方がいいな。どうやって自分に攻撃しとんだよ。おかしいだろお前、四足歩行動物が。何、壁にぶつかってるってこと。それならば納得できるんですけどね。突っ立ってるだけで自分にダメージが入っているというね。うわっ、あ、混乱ここで解けた。でも時すでに遅くないか。あー、よかった、一発で倒したね。当てたら一発、当てるまでの期間が長すぎる。ピオルし、自分になぜか攻撃しまくるしね。どうやってしてるんすかっていうね。まあなんとか倒したんでいいんですけども、ちょっと厳しいね、この後の戦い。この体力ではね、もう一回一回ポケモンセンター戻ってたらちょっとね、グッダグダ、旅がうまく進められないのをスムーズに進めるためにも、戦闘を青ガラスね、レベルもあるポケモンなので、任しておいても何の不安もない、君に決めた。で、いろんなポケモンがいる。あ、あ、あ、このなんかふわふわ浮いてるポケモンはまだ捕まえてないぞ。どこか非面化っぽいけどね、ちっちゃい踏んで。これ、何これ、シュシュプ？気持ち悪い、可愛くはないよね。シュシュプ、香水ポケモン。タイプはフェアリーなんだね。人を魅了する、かぐわしい匂いを体から漂わせる、高貴な婦人たちに愛されたとのことだ。まあ、ボックスにとりあえず送りましょう。今すぐ使う必要はない。てかビジュアル的にそんな使いたくない。香水ポケモン言われてもようわからんわ。あまり見た目からしても香水感ないしね。まあ、いい匂いはするんでしょうね。もう興味もない。
まあ、とりあえず捕まえただけでスルーして先進もうか。ここにもトレーナーがいるな。なんかお得な掲示板あるんでこっち見ておこう。お得な掲示板、オーラをまとっているポケモンは少し強かったり倒した後にワットを落としたりします。でもこれはワイルドエリアの話であって、今通常では出てこないよね、オーラをまとったポケモン見てないですけど。あ、もうこれ到着か。街案外早かったね、やっぱりね。目的のバウタウンにやってきたか。おー、来ましたね、目的のバウタウン。実況6回目は街に無事到着したので一区切り打ち、ここで終了してですね、次回の動画でこのバウタウンの街を巡り、またジムリーダーに挑戦して物語を進めていく予定なのでお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。